ウルトラマン、ファイティングエボリューション、リバース。シリーズ4作目となる本作は、4、ではなく、リバースと題されています。これは過去作のような、ウルトラマン原作の再現から、ゲームならではの、大胆な脚色を加えた作品へと、方向転換したことの表れとなっています。前作までで、原作の再現は、完成したとするスタッフは、ゲームとしてダイナミックに進化した、ウルトラマンをデザインしました。2D 格闘ゲームのチェーンコンボのような、ネブラスコンボや、怪獣同士の取っ組み合いを再現した、ストレングスモード、そしてフラフラゲージの代わりに、導入されたスタミナシステムと、過去作から大胆に変更が加えられています。さらに過去作と異なり、オリジナルの怪獣も登場しており、これによって本作は原作再現ではないことを、声高らかに主張しています。基本的には名作なのですが、前作が名作すぎたせいか、何かと比較されるのが、かなり厳しいですね。それについては詳しく調査する必要があるかもしれんな。何か良くないことが起きる前兆でなければいいのだが。機動戦士ガンダムシード、デスティニー、連合 VS、ザフト2、プラス、巨大ロボットアニメというジャンルの、大家であるガンダムシリーズの一つである、機動戦士ガンダムシード、当時大人気だった作品の、ゲーム化作品であった、機動戦士ガンダムシードデスティニー、バーサス、ザフト、の続編となる本作は、バーサスシリーズの基本となる、敵のモビルスーツを破壊して、戦力ゲージをゼロにすれば、勝利というシステムになっています。プレイヤーは機体とパイロットを、選択して戦場に赴きます。原作を非常に大切にしたバランスと、なっており、こういったゲームでありがちな、射撃ゲーにならないよう、格闘関連が強くなっています。登場から、モビルスーツも豊富で、ファンには嬉しい作品ですが、一方でバランスがややお粗末というか、原作に習いすぎで、一部のキャラが極端に強くなっているのが、ゲーム的には問題かもしれません。消えろ!こいつ!成功です。実況タワフルメジャーリーグ、あのタワプロくんでおなじみなタワフルシリーズがついに海を渡りメジャーに挑戦したので、当時の松井秀喜などの日本人の活躍に、熱狂したファンは本当に喜びました。システムはいつものタワフルシリーズで、おなじみなリーグ戦や、サクセスモードもあります。今回は AAA から這い上がる、胸熱なストーリーです。強くならないと、先に進めないのはプロと同じで、己の能力を練習や食べて強くなります。しかし、バッティングについては、芯を捉えるのが本当に難しく、実際の選手の苦労が体感できます。また、メジャーの選手の特徴を、ある意味丁寧に描いた難易度だと思います。メジャーファンはもちろん、野球を愛する全ての人に、一度は遊んでもらいたいです。タワプロ好きな人でも、この作品は見逃しているのでは?
センター前ヒット、デーモン取った、セーフ。バッターは7番コーナイン、犠牲フライでもランナーを返せる場面。さあ初球空振りから、これはボール。そして3球目、あっ取った、セカンド後方、ライトの前だ、ライト前に出る、抑えた、一塁はセーフ。コーナイン、ライトへのライナーに終わりました。初球空振り、スプリット打った、ファウル。さあ3球目、三振、見事なピッチング。バッターはメジャー6年目のパターソン、インサイド引っ張った、一塁線フェアだ、ファースト抜けた、ライト線ヒット、二塁ランナー三塁ランナーホームに突っ込む、オリオールズ2点先制。パターソンダブルを放ちました。シュガー渡すスパイス、あのこの素敵な何もかも、もともとはチュアブルソフトによって制作された18禁ゲームで、同社のプアキュアや甘夏と同じ世界観の作品となっています。ちなみに時系列的には、プアキュアの3年後、甘夏の1年後となっており、同ゲームのキャラクターがゲスト出演するというファンサービスも存在します。ゲーム的にはアドベンチャーゲームとなっており、記憶を失った主人公がイベントをこなしていって、好きになったら告白をすることで、相思相愛になっていきます。好感度タラメータは、ヒロインの固有のイベントを見るたびに、成分表として追加されていき、乙女解析という画面で見ることができます。残念というか、当然ながら家庭用移植である本作は、18禁描写はなく、マイルドながらも、かなり過激な描写もありますので、ドキドキしながら楽しむことができる、そんな作品です。よ、謝らないで、マー君が悪いわけじゃないんだから。そっか、記憶喪失って話は本当なんだ。そりゃびっくりしてるけど、前もってそう聞いてたから。それにマー君は私にそんなよそよそしい態度取る子じゃなかったし、どっちかって言わなくても演技は下手な方だったし。ブリーという聞き慣れない単語は英語でいじめっ子を意味します。本作はクライムアクションで名高い GTA シリーズを子供でも遊べるようにと、全寮制の学校であるブルワースアカデミーを舞台に変更したゲームとなっています。犯罪の代わりにいたずらとなり、残酷な殺せ霊などではなく女子更衣室の覗き程度になっており、攻撃もパンチやキック程度になっていますので、お子様でも安心して楽しむことが可能となっています。また報酬を得る仕事も、いじめっ子をお金をもらって助けるといった学生らしいものに変更されています。日本人には馴染みの薄いアメリカの学校の雰囲気を味わえる非常に貴重なゲームで、前述の通り子供向け GTA と言うべき作品ですが、本作は17歳未満はプレイ禁止となっています。You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you, at making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you. Guess what time it is? Yep, time for a beatdown! Get the new kid! Beat him down! You better run! If I catch you, you're over! Done! Go. Finished! Go. Bubble him! It's a freaking massacre! Stuff that door quad's head up his butt! Give him a finisher! Give him a finisher! Ha ha, yeah! Take him to hell! Ha ha ha! Oh, oh! You... Tom, Clancy シリーズ Sprinter Cell Chaos Theory映画化もされた名作、レッド・オクトーバーを終え、の作者である、トム・クランシー氏が、
全面監修したゲームシリーズ、トム・クランシーシリーズの2作品目となる本作は、前作同様のステルスアクションゲームとなります。基本的なシステムについては、前作と同様になりますが、暗闇に潜んで敵をやり過ごし、時に静かに無力化し、目標に向かっていくことになります。これまでのゲームでは、敵側にとって有利なことの多かった。暗闇を味方につけるため、ライトを狙撃して消したり、その暗闇に乗じて、後ろから殴打して、縛り上げていきます。非常にリアルな本作は、これまでの攻略法が限られていた、同ジャンルと大きく異なり、とにかく戦略の幅が広く、やり込めばやり込むほど、楽しくなるというゲームになっています。バイオハザード4、カプコンが誇る、ホラーガンアクションシリーズ、バイオハザード。本作はその4作目となる作品で、バイオハザード2ぶりに、レオンが主人公に帰ってきた、形になっています。2では新人警官で、やや頼りなかったレオンですが、2で修羅場を経験してか、今回は非常に頼もしくなっており、ガンハンドリングだけではなく、体術を駆使して戦います。過去作と比較して、非常に多彩になったアクションは、爽快感たっぷりと言え、同シリーズの新展開と言えるでしょう。ちなみに本作は、シリーズの名悪役である、ゾンビが登場しません。敵はガナードという、プラはガという寄生獣に乗っ取られた、人間ということになっています。ゾンビと違って知能があるため、騙し討ちを行う他にも、商人をやっているものまでおり、世界観、ゲーム性ともに、シリーズでも異色な作品となっていますが、根強い人気のある作品ですよね。バイオは4が一番好きって人も多いのでは、ないでしょうか？あなたはバイオシリーズの、どれが一番好きですか？自分に恐れて